ワイルドワンのね罠に俺もたくさんハマってるんですよ。ありがとうございます。ハマっていただいて。そこで今回このブース、はいね、の中で特にこれをプッシュしますよっていうのはどれですか。これララですよ。ララって少女漫画雑誌じゃないですか。中に丸窓あるんですよね。スティディな関係の人とここでちょっとゴロンとしてってっていう水吸って、はいはい、で逆に目が詰まって防水性だったりが発揮されるっていうのがその TC の利点である。こつな感じで使っても全然 OK なんです。男臭い感じで使い方っていうのもあるんで。あららら、キャンボックと申します。よろしくお願いします。まあね、キャンボックさんでいいんですか。はい、そうです。はい、キャンプとハンモックでキャンモックです。すごい。ピクニックでも本格キャンプでも使えるテントはないかなって探したんですよ。ほうほうほう。一緒にこうテントを建てることができるので、やっぱりこう学びにもなるじゃないですか。こうだったらいいなっていうものを全部詰め込んだと思います。爆縁効果で、うん、切り取った景色をいろいろなところで見たいという思いですね。建てて見てたらいいってなりますけどいやでも素敵。ママのアイディアもたくさん。ワイルドなソロスタイルも使えます。さあ、そういうことでございます。やってきたのはワイルドワンさんでございます。ワイルドワンさんでございますが、ワイルドワンでよろしいですか。ここはブース的にはもちろんワイルドワンと天幕、あとジョインター、はい、ドールツでやってます。すごいですよ、めちゃくちゃ多いですブランドが多すぎる。まあ、せっかくですから男前見してもらっていいですか。こちら4つのブランドが一緒になってます。そうです、そうです。大変プライベートブランドとして今日は発生さんちました。なるほどでございます。まあ言ってもですよ、もうどのブランド聞いても、もう皆さんご存知のブランド。そうですね、特にやっぱり天幕をはじめ釣りのジョインター、うん、でキャンプのファニチャーのクオルツ、まあ主に天幕がやっぱり一番知名度が高いかな。なるほどね。まあ一挙にブレイクしましたもんね、サーカスでね。そうですね、サーカス一番もうアウトドアの業界全体をこう引っ張ってっちゃうんじゃないですか。確かに、まあ、自分の内側の人間だからすごいいろいろ言っちゃうけど、いやいやでも本当にそうだと思いますよ。うん、結構やっぱりアウトドアの業界 全体が触発されたんじゃないかなと思います。あとはやっぱりそのおこもりキャンプ、冬のおこもりキャンプを、うんうん、さらに下から押し上げたっていうか、うんうん、通年のイベントにしてくれたっていうところが天幕。そうですね、はい、本当に冬って結構敷居が高いって思われるキャンプ、はあ、というふうに言われてましたけど、ほうほうほう、やっぱりこう情報もこれだけ SNS がこう発展していったおかげもあり、なおかつやっぱり天幕のサーカスっていったところも使いやすさっていったところで、やっぱり冬のキャンプの需要も高めたんじゃないかな。なるほど、うん、まあそれでですね、その販路の一つとしてワイルドワンがあり、そうです、あとオンラインもあり。そうですよ。でもね、ワイルドワンのね罠に俺もたくさんハマってるんですよ。ありがとうございます、ハマっていただいて。もう自社のものだけじゃなくて、まあ、いろんなものがセレクトで置いてあるじゃないですか、うんうん、はい、でスペシャル、俺ね実はナンガを初めて買ったのがワイルドワンなんですよ。だってナン、それこそこんなこと言っちゃったらあれですけど、ナンガもやっぱり古くからうち取り扱ってますからね、はあ、これだけなんだろう、アパレルで、まあ、そのナンガとかっても言われてますけど、本当寝袋でナンガですからね。本当で布団屋のナンガですから、はい、本当にありがとうございます。だから冬キャンプがバーッと流星してきて、ナンガを、まあ、買ってれば問題ないよって言われてて、でいやでも高いじゃないですかって言って手を出し切れず、河川のものを買って、はい、まあ、しかもしょぼい河川のものを買って、はい、で凍える思いをして、はい、冬キャンなんか嫌だと思ってたところで、うん、ワイルドワンに行ったところスペシャルプライスで行ってたんですよ。そうなんですよ。あれまめにやってますよね。まあそうですね、おそらくどれをタイプを見られたのかは分からないですけど、はいはいはい、毎年年始
に、やっぱり南賀さんにちょっと依頼させてもらって、はい、あの初売りの特化品をワイルドワンが特別作ってもらってるっていう、はい、今年も買いました。ありがとうございますありがとうございます。いやでもそんなね、ファンのも持った、このグループでございますけれども、ね、そこで今回このブース、はいね、の中で特にこれをプッシュしますよっていうのはどうですか。そうですね。え、ここ私の。そうです。もうちょチョイスできる。いや、もうもちろんもちろんこれララですよ。ララ。ララって少女漫画雑誌じゃない。世代じゃないかも。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構です。結構です。で、ララ。ララ。これが新作？あ、もうそうですね。今一番新作じゃないかな。中でも。まあでもなんか見るからにキュートな。ちょっとそのフェミニンですよね。あ、フェミニン、ね、男性もちろん女性ももちろんですけど、はい、男性ももちろん使えるようになります。ほうほうほう。設営も簡単だし、はい、ちょうどまあ今日みたいな天候、お日柄なんかだったら、うん、これ一本公園に出して、はい、で子供たちだったりとか、大人たちも、はい、まあ、過ごせるような形で。素晴らしいですね。まあ、ライトな需要も兼ね備えつつ、ハードにも使えるような感じだと僕は思ってます。なるほどね。まあ、この木なりの感じとかもやっぱりいいですよね。いい色味がすごくいい。で、外側の色と内側の色とでなんかちょっと印象が変わるんですよね。確かにそれはちょっと違うと思います。そう、透過光で随分印象が変わってくるなとちょっと僕は思ったんですけど、これ本当にフェミニンという言葉がもううってつけな。あざす。パッと出ましたけどね。素晴らしい。あのこれね、今カメラのとこからだと分かるかな、中に丸窓あるんですよね。そうなんです。ちょっと中見てもらうと分かるんですけど、はい、こちらにこう丸窓が。そう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 、あそこから子供たちこう覗いたりするすごい可愛いですよ。いやっていうかね、僕はですよ、スティリーな関係の人とここでちょっとゴロンとしてってっていうイメージなんですよ。いやいやいや、本当にそういう形でいいと思いますよ。いやもう妄想が大暴走してしまいそうな感じですよね。かなりそういった形で使える。いやでもまあまあ、あとこれがすごいですね。これなんですか。これ取り外しもできるんですけど。ほうほう。玄関マットですね。玄関マット、玄関として使える。はいはい、シェードみたいにも使えますし、はいはい、ちょっとしたこういった形を買ってみたいな。なるほど。でね、まあね、こうやって皆さんグランドシート敷いて、はい、前にちょこっと出したりとかするじゃないですか。変にめくれるんですよ。変に空間が開くんですよ。そうですね。それがこのジッパーで合体してることで、ここで合体してる。もうめちゃくちゃこれがね、前だけペグダウンだけしとけば全然 OK。 まくれ上がることもなく、ちゃんとこの前のなんていうんですかね、まあオープンリビング、ウッドデッキじゃなくてもうクローズの、デッキ、これが生まれてしまうのがすごくいいですよ。あともうテント内のウォールの広さですよね。意外と広いんですよ。はい、やっぱりピッチポール使うことによって立体的になるので、うん、確かに。ただのクロスとはまた違うんですよ、ね、確かに確かに。この位置は、はい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 。こうするとグワッとやっぱ広がるんです。そうですよね。中入った時の窮屈感って言ったところもやっぱり少なくなるし、そう、やっぱ見た目のこの色味とのその膨張色との兼ね合いを見て広く感じやすい。そうですね。なおかつフレームの色もシックでかわいいらしく。確かに。これだけど雨は大丈夫なんですか。もうぜひ見てほしいのが天幕のホームページのララのページに、防水の雨流した時の外、中から見たその外の流れ、ここあるんですよ。はい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 、天幕のホームページ、はい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 、ララの防水性はこんなもんですって言ってたら、もう外から雨ダーッとかけて、はいはいはい、ボロボロボロっとこぼれ落ちるよ。素晴らしいじゃないですか。そういったところも安心です。やっぱどうしてもあの TC 素材でシングルウォールになると耐水性どうなのって気になるところですけど、そうですね、でも全然平気。もちろん素晴らしいですよ。まあ、もちろん撥水はやっぱり経年で落ちてしまいますけど、そこが TC なんですよね。そうした時も雨降ったりとかして水吸って、はいはい、で逆に目が詰まって防水性だったりが発揮されるっていうのがその TC の利点になるし、まあ、いわゆるコットンで言われてたことがそのまま TC でももちろんもちろん使えるんだよっていう。もちろん。すごいです。でも設営がほんま簡単そうですよね。かなり簡単です。ねえ、これシンプルな。これだけの室内空間を持ってるにもかかわらず、フックで止めることの方が多いんで、そうですね。天井の方からパチパチパチってやっていくと、
そうですね、女性、小柄な女性でも全然余裕で届くかつ、まあ、全然 高さはそこまでないんで、はい、でもまあこう、なんていうんでしょう、ちょっとこうあぐらかいて座れるぐらいの男性でもやっぱ使えるいいですね、地面に近い形だったり、ちなみにここから先ね、夏に近づいていくじゃないですか、ね、その中でシチュエーション、こういうシチュエーションでこれ使うといいですよみたいなところなんかないですか。でもやっぱりビーチ使ってほしいですよね。ビーチ、ビーチで、ビーチですねビーチ、ビーチ、やっぱり海辺でやっぱりこうやって使って、まあ、まさにこういったね、はいはいはい、ポップのこの写真の通りな形で、そうですね、浜辺ないしはビーチ、海辺で使ってもまたそれはそれで、なるほどなるほど、まあね、はい、どうしてもやっぱりビーチサイドってなると風が強かったりもしますけど、うん、このラウンドの形であれば、はい、風よけもいいですもんね。もちろんアルミ合金も使ってますから、はいはいはい、そういった台風性もやっぱり強いと思います。なるほどでございます。まあとにかく午後の紅茶をしたくなるような、確かにそれぴったりじゃないですか本当になんかこうちょっと縦ロールのお嬢さんたちに使ってもらいたい感じがありますね。ちょっとエレガントな感じもいいかも。そう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 、もしかしたらちょっといやでもね、まあ、中からおじさんが出てきても、ね、別に構わないですよ全然。そう、こういった形で、はいはい、今ララはこういう風に出してますけど、ほうほう、武骨な感じで使っても全然 OK なんです。ほ う, ほ う, ほ う, うちのインスタグラムのページだったりとかでも、うん、ララ の, そのちょっと男臭い感じの使い方っていうのもアップするんで、あらあらららら ら, ら、それはそれとして女性向けな感じではありつつも、まあ、男性もしっかりそうやってハーチに使っても OK。 いいです。別にだから、まあ、使う人を選ぶわけじゃないですからね。あ、もちろん全く本当に本当に使う人も選ばないし、使う人のスキルも選ばない。そう、使う人によってそういった印象も変わってくるっていうところもあります。そのスタイルによって。なるほどでございます。まあ本当にこっから夏にかけてはかなりアドバンテージがあるんじゃないかと、うん、目立ちたいあなた、ぜひぜひ、ね、悪目立ちじゃないですよ、そっと目立つまあ嫌おうなしに目立ってしまいますんでね。このエレガントな風情の中でテント、あなたコーヒーじゃなくてお紅茶じゃないですか。うん間違いないですね。あ、もう夏場の時期だっていうところで、はいはい、TC の素材なんで全体で呼吸してくんで、さらにより涼しい。いやだって思うじゃないですかって思うんですけど、色味として白っていうのが光反射しやすいですし、はいはい、かつTC っていう素材なんで膜の呼吸を全体でしていくっていうのが特徴。これメッシュだけじゃないです、もちろん生地自体が空気の通りを良くしてくれる、そういったところもやっぱりこれからの時期だったらもうバッチリくるかな。網戸の目が異様に細かいですもう誰も入れませんよみたいな、うん、ね、女子特に虫苦手な方多いですからね。多いですね。もうこれ絶対入れませんから、これいい感じです。いやもうでも本当にね、実はですね、皆さん明かしますけど、一回切ったんです。切ったらまだまだ言うことあるって言ってそうですそうなんです。でもそれぐらい気合入ってるんですよ。でまあここまで今までセールストークが続きましたんで、開発した方もこちらにいらっしゃるみたいなんで、この後はその方々にもお話を伺ってみようと思います。さあ、そういうことでございまして、開発陣でございます。意外なことにこういう方々でございます。お名前を一つ。キャンモックと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、キャンモックさんでいいんですか。はい、そうです、はい、キャンプとハンモックでキャンモックです。すごい。でもなんかその名前だけを聞くとちょっと割と豪な人たちかなと思うんですけど、随分こう素敵じゃないですか。ありがとうございます。そのキャンモックさん、お二人さんがこれを作られたんですか。はい、そうです。あら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 、どういう経緯で。また結婚して子供を出産して、ピクニックだったり、はいはいはい、行く機会がすごく増えて、うん、手頃なサイズで自立式のテント、はい、でしかもキャンプがやっぱり大好きなので、うん、TC 製っていうところにすごく魅力を感じていて、うんうんうん、こういう形で縁側がしっかりついて、はい、こうピクニックでも本格キャンプでも使えるテントはないかなって探したんですよ。ほうほうほう。なかったんです。素晴らしい。はいなので
ぜひ作りたいっていう思いを天幕さんに聞いていただいて、うんうん、形にすることができました。すごいです。あの普通で考えるとお子さんができましたっていうと荷物が増えたので、はい、軽いテントとか、はい、ポップアップになりがちじゃないですか、はい。なんでまたこの TC で、あのポップアップテントって、はい、パンって開くタイプ、はい、皆さん使いますよね、うん、あれ畳むのめちゃくちゃ大変じゃないですか。めんどくさいんですよあれ、はい。でまあお手頃なね金額でもちろん買うことはできるんですけど壊れやすい、はい、はい。なのであとやっぱりいざという時にもうそもそもキャンプ歴が結構長いのでこうシンプルなもうベーシックな2ドーム3あの2ポール3ポールのテントってい う、はい、こう構造というものがやっぱり一番信頼できる、うん、はい。で子供が成長するにつれて一緒にこうテントを建てることができるのでやっぱりこう学びにもなるじゃないですか。なのでもうこうやっぱりこうベースに戻るという意味でスリーポールにしました。なるほど、はい。いやでも合間合間だけど相当苦労もあったんじゃないですか。そうですね、まあ、この いろんなあの時期なのでやっぱり時間もすごくかかりましたし、初めてのことなので私たちもテントを作るということがすごい悩みました悩む、はい。ただもうこう自分たちがキャンプをする上でこうだったらいいなっていうものを全部詰め込んだと思います。あ、はい。丸窓はどなたの意見なんですか。はい丸窓丸窓はあそこからもう額縁効果で、うん、切り取った景色をいろいろなところで見たいという思いですね。いやでもこう制作側からするといやそんな無茶なとか言われませんでしょ。大賛成していただきました。そう大賛成だったんですか、はい。でも予想ではやってないじゃないですか。そうですね、そこがポイントですよね。わーおわーお、そういうことです、そういうことです。中からね見た景色も可愛いし、はい、外側から、うん、丸窓の中から顔を出している、まあ、ペットとか、うん、お子さんとか、うん、そういったものを外から見るっていうのもすごく可愛い。確かにエモいんです。エモいです言うとくと、いやでも本当にちょうどいい感じですね。捕まり立ち始めてちょっと歩き始めた子が外に出られないぐらいのギリギリの高さ。そうですよね、その子がもう出てきてくれると。今も女の子がね外側から顔を覗かしてますけど、これぐらい可愛くなるんです。もちろんカップルとかでキュッと。いやもうそう、もうそれもそうですもう旗で見てたらいいってなりますけどいやでも本当にこうピクニックがコンセプトにあるのかってなるといろいろ納得できますよね、はい。どうしてもやっぱりキャンプってなるとそのグランピングなイメージであったりタフなイメージであったり割と両極じゃないですか。そうですね、もうちょっと肩の力が抜けた感じです。そうですね、キャンプだけではなくもちろんピクニックもそうですし、はい、お庭だったりウッドデッキだったり自立なのでペグを打たなくていいっていうところがまずポイントの一つで、はいはいはい、あとはお家の中でも建てられるので確かに子どもの遊ぶスペースにしても好きなんですよね。もうほっとくともう家の中ぐちゃぐちゃになるんですけどこういうの中に入れておくとこの中で遊びますもんね。そうですね、素敵。いややっぱそういったところもうそのママのアイデアもたくさんいやでも防災にも役に立つので確かに確かに例えば避難所とかに行った際にこう自立するところで、うん、はい、プライベートスペースを確保できるというのにも活用していただけます。確かにね、ペグダウンするテントも簡単なようですけどアスファルトだと立たないですね、はい。でもこういう形であればどこでも立ちますし楽しい避難訓練ができそうですね。いやちょっとじゃあどうしましょう、ぜひ試してねメッセージをここにぶち込んでいただいてぜひ使ってみてください、はい。ね、ファミリーでゆったりできるキャンプスタイルもしくはピクニックスタイル、それを演出してくれるララ、はい、ね、ソロにもおすすめ。ソロにもおすすめ、あ、来た、ほら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 男性にも
素材が TC 製で火の粉にとても強いのでテントのすぐ近くで焚き火が楽しめるんですね、うん、なのでこう椅子を持っていかなくても例えば縁側にシートを引いて、目の前で焚き火を楽しむみたいなこうちょっとしたワイルドなソロスタイルも使えます。不思議ですよね、この素材感だとティピーに見えてしまうのはなぜでしょうか。こうなるといやだから前にこのブッシュクラフトがついてくると、はい、これ何やったやろって急にコンセプトが違って見えるっていう。そうなんですよ、いやいろんな顔があります。確かに、はい、はい、ある意味カメレオンテントですさあ皆さんはどんな風に奈良を使いますか。素敵です、その言葉